怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああ、よかった。よっしゃー！よし！全員無事帰還！作戦大成功っす！星を救うでっかい初めの一歩だ！うん！お前ら！ピーヒャが喋るんじゃねえ！捕まるぞ！やべ！うん。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん。うん。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。なあ、こういうの。職場は無事か。変な影に襲われた。はい。ねえ、マコーロン、俺のジーンズ。本日の列車の運行は終了しました。揚げたてマルケもなくなるよ。ここで待ち合わせするのはこの店揚げ。うちじゃ無理だよ。代わりにすぐにきついの減るぞ。兄ちゃんは広場にいるよ。スラムバーガー、プロミリオン。爆発の時の揺れがやばかったぜ。犯人ってどういう人だろう。怪しいのはあれじゃない。ほら、張り紙をよく見るあれ。プレートとスラムの差があるのはマコーロのせい。爆破の犯人を探して町中に軍がうようよいてさ。マコーロ、すごい地盤が燃えてた。あちこちで爆発よ。マコーは星を巡る地って言われてもな。剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。危険。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。なんだよ、通さねえぞ。軍人さんなら犯人知ってるかも。嘘だ、職場があんだけど。なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をみんな。あ、マリ。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうだよ。よしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないからテレビ消してねんねんしような。喋っちゃダメって。えらいぞマリー。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらいえらいぞ。じゃお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。ああ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ、マリンをビビらせんなよ。マリンと話したきゃきった愛想よくしろよ。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。どうだった？こう何かしなきゃっていう焦りが湧いてきた。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんてなんて、ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。見ず知らずの他人だ。やめておこう。寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレ。で、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。自警団が見回り協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつか。協力者を選定中。手元をしっかり見ろ。星の命のことは分かってないやつが多すぎるよ。神羅の洗脳さに見える。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルターは水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは。JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは集金係のクラウドです。お題は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド、そうだ。せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみよう。毎度、今後ともごひいきにいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればね。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マーレさん、フィルター交換です。ピーパー待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここに慣れたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より集金集金。次が最後の武器屋さん。悪いことしたら容赦しないわ。ティーボタン憧れだって言われる。えい！あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産お願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし武器見てみる？それよりバレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけどどうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど聞く？本格的に何でも屋を始めるならまず円を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んでいい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。瓦礫通りのモンスターなんとかしねえとな。明日俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。おじさんその顔疲れてるんじゃなくてカッコつけてるのか。まだだ、まだいける。あ、今日は2人が当番なんだ。もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る、これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの礼その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む任せて、スラムで一番のガイドよ。自警団は世を忍ぶ仮の姿っすね。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスターよけの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。でけえ剣だな。ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん。ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし、クラウドの腕前見せて。くよ。当てる。や勝負あり。そこ邪魔だ。終わり。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。がいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。グラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さてこれはスラムの心得何番？ここで暮らすんでしょ。消えろ。もう一度頑張ろう。悪いな。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあビックスたちのところに戻ろう。協力者を選定中。あんたモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。なんでもね、やらせてみるか。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早技っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。馬力通りのモンスター、根こそぎ倒されたってよ。俺が活躍する。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ルキア、覗いていかないかい？竜の持ち手のスラムで暮らすなら一人に一つ。ルキアもどう？武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。自分に合う武器は。おい、あんた。これ、常識だよ。どんなモンスターも倒す。何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったら、そいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか？見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。やあ、ティファー君、困りがとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。またモンスターが増えたら頼むぜ。これでしばらくあんたモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。今月のモンスター討伐数が出たよ。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集を。ここには毎日いろんな相談が来るんだ。あんた今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。あ、お姉ちゃん。マリーは店でお留守番？うん。そっか。友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとかおやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。はあ、猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。わかる？食料品とか買いだめしといた方がいいかしら。ピンク。あれ？猫の鳴き声しなかった。近くにいるのかも。猫の鳴き声、三兄弟かな。悪いことしたら容赦しないわ。星の命。3匹は人が集まるところが好きだよ。よくスラムの入り口で遊んでもらってるみたい。日持ちする食料って何かしら。今日は寝かせないぞ。ああ、喧嘩を。あれ？猫の鳴き声しなかった。近くにいるのかも。難しいぞ。全員がエリートになれるわけじゃない。勉強は好きじゃないよ。今日は上に引っ越したよ。城に行っても。どうだ、イカス曲だろ。見たならほらやるよ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃあ早速準備していくよね。家元は詮索するな。同格通りの心得だ。オールマーケットの蜜巻きと館でここを見つけちゃってさ。お前に。8番街の人だ。星の命に。この先の廃墟区域は現在無理だぞ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。ってあれ、ティファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。一瞬で終わりだ。楽勝。じゃあ仕上げだ。叩き切る。キッ連携しよう。私に任せて。この